皆さんこんにちは、インスパイの小田です。今日もユーストリームを使いまして、ネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、9月の14日に行います、静岡市で行いますですね、オムニチャンネル、まあマルチチャンネル、制作セミナーっていうのを行うんですけど、まあこちらがあるということで、今回はですね、そのオムニチャンネルについてずーっと話をしてきたんですが、一応ここで一区切りということで、今日は最終回というかですね、話になるんですけど、まあこのもっと詳しいバージョンですね、セミナーの方で話しますので、セミナーに来ていただければと思うんですが、まあ結局のところですね、オムニチャンネルっていうので、まあいろんなね、大企業さんの成功事例とか、いわゆる理論的な話をしてきたんですが、まあまあそんなはいいと、とりあえず中小零細企業で、ちょっとしたことでお金をかけないでできることじゃないのということをやっぱりね、知りたいと思いますので、今日は、まあ3つの業界における、まあオムニチャンネル、実店舗でできること、ホームページでできることということについて、お話をしたいと思います。具体的な事例でね、見ていきたいと思います。こちらをご覧ください。はい、まず飲食店の場合でお話をしたいと思うんですが、飲食店で、例えばグルナビサイトぐらいしかないよっていう場合とかですね、まあどういうことをやっていったらいいかっていうことで話をしていきたいと思うんですが、例えば実店舗ではネットの長所をリアルに採用するということで、やっぱりネットの良さをどうやってリアルに入れるかって考えます。今まではネットでポイントをね、発行するみたいなことがよくありましたけど、ネットではなくて、リアルでも使えるようにすると。リアルのポイントはネットでも使える。ネットのポイントはリアルでも使える。みたいなことをまず検討しましょうねっていうのが一つ目ですね。で、二つ目。今までは、メルマガを発行していたんだけど、メルマガではなくて、紙媒体のニュースレターに変えましょうと。いわゆるですね、媒体を変えるっていうことですね。こうした方が保存されるし、例えばね、写真とかね、綺麗に見せることもできるから、こういったものを検討しましょうっていうのも二つ。そして、グルナビに口コミを投稿してもらってたんだけど、これを、今度は、感想を紙に書いてもらって、ポップとして使おうと。いわゆるネットでやってたことではなくて、リアルで使おうということですね。そして、写真や動画を通してシズル感を表現するっていうのを今までネットでやっていたんであれば、今度はタブレットを使って、スライドショーや動画で、リアルにいる人にそれを見せてあげましょうということですね。こういうことやりましょうと。今度は右側。営業時間や定休日を電話でお客さんが聞いていたんであれば、今度はですね、リアルの短所をネットで改善ということで、検索してホームページで確認できるようにしましょうねということ。これ結構大事なんですけど、例えば、お店の名前スペース営業時間とか、お店の名前スペース定休日っていうふうに検索したときに、ちゃんと出るようにしとこうっていうことですね。二つ目、フリーペーパーの地図を見て来店するっていうのが今までであれば、今回は、これを改善としては、ホームページの最寄り駅から経路案内とかを載せましょうね、ということですね。そして、お店と席の予約を電話でしているんであれば、ここを改善ポイントとしては、ホームページやスマホアプリで、部屋とか、席なんか、日時なんかを予約できるようにしてみましょうねってですね。これ別に予約システムを作れってことじゃなくて、とりあえずフォームみたいなものでできれば OK です。そして、お客様の感謝イベントを開催してるっていうのをリアルでやっていたんだれば、今度ネットの方で、SNS のコミュニティとかグルメ関連で交流する場所を作りましょうねっていうことですね。はい、では続いて、こちら見ていきたいと思います。エステサロンとか予約サイト、の組み合わせの場合ですね。なんかでどんなことをしていったらいいかっていうことで話します。今までは、ネットでサンプル請求、例えばこれですね、していたのであれば、実店舗で、試せるコーナーを設置する。何かをね、送って何かをしてもらうっていうことがあるんであれば、実店舗で試せるようにしましょうね。ネットで社運セールを開催してたんであれば、実店舗でも購入できるイベントをやってみましょうねっていうですね。で、SNS のコミュニティをやっていたんであれば、逆に、懇親会メインのオフ会っていうのを開いてみましょうね、ということですね。今まで PPC や SEO 対策で集客していたんであれば、今度は電話帳に広告を出してみましょうね。実は、PPC と
SEO っていうのをこのキーワードで集客するっていう点では同じなんですね。こういうことやってみましょうね。今度は右側、困ったことを訪問して相談するっていうのをやってたんだれば、ネット越しにチャットやテレビ電話で相談するっていうのは始めていませんかですね。今度はリアルでやってたことをネットでするっていうことですね。リアルでやってたこと、お店と席の予約を電話でしていたであれば、ホームページやスマホアプリで日時予約できるようにします。これさっきもありましたね。店員さんがサービスの説明をリアルでしていたんだれば、今後はネットの方で YouTube で顔出ししてサービスを説明するっていうのをやってみましょうね。というのもいいと思いますね。今までダイレクトメールを、いわゆるね、紙媒体っていうものを発送したんだれば、LINE アットでチラシデータ、スキャン画像なんだかを配信してみてはどうですか。LINE アットっていうのはチラシを送っても、その中をこう拡大するとですね、細かく見るっていうことができるので、そういうことやっていませんかってですね。つまり今まで、これ別にネットでやってたことをリアルに切り替えろっていうことではなくて、同時でもいいんですね。つまり、リアルとネットを両方融合して、それぞれのお客さんが、都合がいい方、便利な方で見れる、もしくは保管し合える、もしくは両方 見たい人は両方見れるっていう状態にしていこうということが、まあ、オムニチャンネルであったり、O2O っていう考え方ですので、まあ、そんなにこれ大変なことを今日話をしてないと思いますので、ぜひね、こういうふうな視点で考えてみるといいと思います。そして三つ目です。はい、一つ目ですが、これ、カー用品とかの小売店とか通販サイトの場合の話をしていきますけど、今まではネットショップのみで運営していたっていう方は、もう実店舗をオープンしたりとか、まあ少なくともショールームみたいなものを用意するっていうのが、まあオムニチャンネルとしては結構大きい流れかなって気がします。はい、今まではネット通販のみで購入しているっていうお客さんに対して、特典をつけてあげて、手に取れる実店舗へ誘導すると。まあネットで買ってもいいけど、実際リアルに来た方がいいメリットを伝えてあげて、実店舗をね、強化するってことですね。はい、続きましてこちら、ネットの商品を運送業者に頼んでね、完結していたんだれば、それを今度は、ネットで取り置きだけしてもらって、実際に商品を取りに来てもらうとかですね、こういうことをしてみましょうねってですね。こうすることによって、お客さんとね、実際に宅配業者だと会えないけど、お店の人と会うこともできるということですね。はい、続いて、24時間ネットで問い合わせ受付をしていたというんであれば、その、ネットは24時間なわけですけど、リアルでどうやって活かすかっていうと、例えばフレックス制とかを導入して、早朝とか深夜でも対応するっていう仕組みを作りましょうねっていうことですね。例えば、別に夜中ね、深夜2時、3時やってる必要はないんですが、朝、例えば7時ぐらいから開けるとかですね。で、いつも夜は5時とか6時に閉めてたんだけど、まあ、例えば9時ぐらいまでやってみるとかですね。そうすると、まあ、結局、まあ、それ以後はネットでもいいんですけど、その、やっぱり行って話をしたり、触って、いろいろ話をできるっていうのはいいと思いますので、そういうような誘導をしましょうねっていうことですね。はい、今度右側です。右側に書いてるのはこちらです。今まで、来店して、店頭、在庫を店頭で聞いていたと。いわゆる、リアルでそういうことをね、言って、ありますかって言ったらありませんとかって言われることがあるんであれば、例えば、インターネット上で会員登録したら、在庫がわかる、っていうのをしましょうね、ですね。インターネット上の話ですよ。そしたら、行かなくていいじゃんっていうですね。在庫、そして在庫を確認できたら、取り置きしてもらって、行けばいいよねっていうことですね。まあそういうようなネットとリアルの組み合わせもあると思います。はい、続いてこちらですね。お中元とかを、店頭で送り状をね、書いていたと。ね、結構送り先がいっぱいあったりとかで大変だよねと。こういうことやってるんであれば、ギフト対応のホームページっていうのを作って、入力してもらうと。そしたら、宛先は保存可能でしょと。そしたら2回目から楽だし。だから、今までリアルで関係してたことを、このような形でネットでやってもらうと。そうすると、リアルでは、お店がね、仮に、9時5時だったとしても、定休日の日とか、営業時間外の時でも、インターネットから注文できるようにしたら、それ分ね、お客さん便利だし、売り上げ増えますよね、ってことですね。
はい、続いて、不便な商品を、購入して持ち帰るっていうのを書きました。これ、不便なっていうのは、例えば大きいものとか、重たいものとか、かさばるものとかね、こういったものを今までは購入して持ち帰ってるっていうリアルであるんだれば、事前にスマホで登録した住所のとこに、発送したり、宅配したりするってことは始めませんかってですね。だから、買うのはリアルで買うんだけど、持って帰らなくていいわけですね。それはスマートフォンで、その発送代行っていうんですか、の申し込みをしてくださいねっていうふうにすると、まあ、宅配だったり、運送会社を使って、配送しますよっていうもんですね。こういうような組み合わせも面白いかなって気がします。はい、そして、最後の書きましたが、今まで店員とレジ対面で現金支払いをしていたんであれば、これを、店頭で、わざわざお店に来ているんだけど、ネット端末でネットの方に行って、無人払いをしてみませんかって。これはちょっとね、中小零細企業大変かもしれませんが、まあ、購入できる仕組みを作るということで、その場でね、買ってもらった方が、インターネットで買ってもらった方が、まあ、これは分かりやすければ、銀行のキャッシュコーナーと同じですよね。銀行のキャッシュコーナーで、例えばお金をね、引き出すときには無料だけど、店頭で、店員さんに払うときは、有料とかあるじゃないですか。だから結局あれも、オムニチャネルなんですよね。だからそのようなことをすることによって、人をね、返さなくても買えた方、商売した方がお金かからないから、結局そういうような仕組みをして、人をかけないで、ネットでやるようにしてるんですね。で、まあ、銀行の場合は個人情報が分かった状態で、対面であったり、リアルの方も、ネットの方もやってるんだけど、普通の商売の場合は、どのお客さんが来たかっていうことが分からないので、ネットに誘導することによって、どのお客さんが買ったっていうログがね、取れていけますよね。そうすると、それをもとに、また改善していくことができるので、そんなことやってみませんか、ということですね。はい、まあ、難しいことはいっぱいあるんですけど、とりあえず、中小零細企業さんでも簡単にできることということで、今回ですね、3つの切り口で、話をしてみたんですけど、いかがだったでしょうかね。これ、ちょっとね、表が分かりにくくて申し訳ないんですけど、まあ、要するにですね、リアルでやってたことをネットでできないか、ネットでやってたことをリアルでできないかっていうふうに考える。これがオムニチャンネルの考え方の基本的なものですね。まあ、O2O っていうものと、オンライントゥオフラインっていうものと、逆 O2O、オフライントゥオンライン、リアルの人をネットに誘導する。これらをお客様がそれぞれのシーンにおいて、便利な、ね、仕組みをどうやって作るかっていうことです。いかにお金をかけないで作るかってことです。で、前回ですね、お話したように、まとめると、こんな感じになるわけですけども、こう書いちゃうとですね、もうぐしゃぐしゃでですね、わからないと思いますので、まあ、まとめとして、掲載しておきたいと思います。ということで、今回ですね、まあ、2時間の枠の中で、中小零細企業でも使えるオムニチャンネル政策、戦略ということでお話をさせていただくんですが、そうですね、まあ、1ヶ月以内ぐらいには、オムニチャンネルの、セミナーの、開催をして、それの教材っていうものを作って、また販売していきたいなと思っています。まあこれまだ始まったばかりで、本当に大げさなね、ものが多いんですけど、さっき私がね、この話をしている時に思いついた、まあ銀行のキャッシュコーナーってすごいわかりやすい例じゃないかなと思うんですよね。まあこれもオムニチャンネルだっていうふうに考えてもらうと、まあキャッシュコーナーはね、ネットじゃないですけど、これがネットだっていうふうに考えてもらうと、わかりやすいんじゃないかなと思うんですよね。つまり、そのリアルと、そのね、リアルの対面ではないとこで、実際にできる仕組み、セルフレジなんかも同じようなもんだと思っていいんじゃないかなと思うんですよね。こういったもの、今後は人工知能を使ったペッパーとかね、こういったもので接客するっていうものも多分オムニチャンと同じ考え方じゃないかなと思いますけど、このような形で、まあ、オムニチャンネルっていうとちょっと難しいんですが、まあ、いわゆる IT 機器、IT グッズを使って、どうやってね、商売が、お客さんが満足するような仕組み、サービスができるかっていうふうに考えていくと、いろいろ見えてくるんじゃないかなと思います。はい。ということで、ちょっとね、しばらくオムニチャンネルについて話しましたが、またね、
追加情報があったらお届けしていきます。インスパイネット明日、ありがとうございました。バイバイ。